ゴミ箱、ゴミ箱とは、役に立たなくなってしまった不要なゴミを入れて一時的に、集めておくための容器のことである。ゴミ入れ、ゴミご、くず箱、くず入れ、くずごと呼ぶ場合もある。当て字で、森吉箱の字を当てることもある。また、ダスティスティックボックスあるいは、リサイクルボックスや、エヴァンペールと呼ばれることもある。2005年日本国際博覧会開催時に、 設置されていたゴミ箱台湾の国立中世文化中心にあるゴミ箱ゴミ箱はそのままであるいは袋を内部にかぶせて使用する。校舎の場合には中身を廃棄する際に詰め直す必要がなく特にビニール袋を用いる場合には水分の含まれたゴミまったりするホコリなどがある場合のゴミ処理に有効である。ただし適切に分別されていないゴミを確認することが 難しくなる。分類についてはいろいろ挙げられるが、主として設置場所によるもの、特定の利用者が使うか不特定の利用が見込まれるか、どういったゴミを入れるか、などによってその形状やサイズが決まってくる。例えば、形状としては、開口部が大きいもの、特定のゴミのみを分別して入れられるように、アフォーダンスを促すもの、蓋付きのものなどが挙げられる。蓋付きのゴミ箱には、 板状の蓋で、両サイドに回転軸がついており、蓋が反転する、スイング式のゴミ箱、衛生面を考慮して、手で開かなくても足元のペダルを踏むと蓋が開く、仕組みになっているゴミ箱などがある。蓋に関して付け加えると、公共の場のトイレの個室ごとに設置されている、サニタリーボックスの中には、赤外線センサーにより、手をかざすと蓋が自動で開閉するものもある。 不特定の利用者が見込まれるゴミ箱は分別収集のために捨てられるゴミが決まっている場合が多い。コンビニエンスストアや駅、公園にあるゴミ箱には分別を示す表示があるので、それに従えばよい。最近では自治体の分別回収が導入、徹底されたことで、家庭のゴミ箱も同様に分別のためにいくつかの仕切りが用意されたゴミ箱が販売されている。 ゴミ箱がいっぱいになった場合には、手や足でゴミを圧縮すると空間が空く場合がある。その際は、手や足がゴミで汚れたり、また内容物によって、怪我をするケースがある。また、あまり強く圧縮するとビニール袋が外れたり、中にあるゴミの突起部がビニール袋を破れたり、場合によっては圧縮した際に噴出する空気によって、中のホコリが舞ったり、ゴミの内容によっては、 水分が飛散することさえある。室内用ゴミ箱の冷過程では持ち運びが可能なゴミ箱が用いられる場合が多い。そのため、小容量、軽量のプラスチックやブリーキ製のものが主流である。従来は部屋の片隅に小さめのゴミ箱を目立たないように置くことが多かったが、最近ではデザイナーなどによって手掛けられたおしゃれなゴミ箱をインテリアの一部として用いる人も増えている。 一方で自治体による分別収集のため段ボールで分別ゴミ箱を手作りする過程も増えている。また市販のゴミ箱にも一つで分別可能な縦て型のものなどがある。このほか、ゴミ箱と同じ機能を持つものとしてゴミ袋を直接かけて用いるゴミ袋スタンドがある。台所では多くの場合生ゴミが出ることから臭いや虫を防ぐため。 蓋付つきの密閉性のあるゴミ箱が好まれる。また、他の部屋で出たゴミをまとめる役割のゴミ箱として、ポリバケツなどの大容量のゴミ箱が用いられる場合も多い。生ゴミを家庭菜園の肥料に再利用するため、家電メーカーから発売される生ゴミ処理器を使う家庭も増えている。環境問題への取り組みとして、企業ではゴミを細かく分別してリサイクルしている場合が多い。 企業では大量のゴミが出るため、家庭用に比べて、容量も大きく丈夫な素材で作られているゴミ箱が用いられることが多く、一時的にゴミを集積するための、室、または屋外にストックする場所が設けられることが多い。また、オフィスでは、機密性の高い文章を廃棄するための鍵付きの専用の回収箱が用いられることもあるほか、厨房施設では、水切り付きのゴミ箱、 化学薬品を取り扱う工場などでは、耐火性のあるゴミ箱、医療、福祉施設では、お収の出やすいおむつ専用のゴミ箱など業務内容に合わせて専用のゴミ箱が設置されることもある。缶・ピンペットボトル回収用のゴミ箱。飲料容器はリサイクルが可能であるため、自動販売機脇やコンビニエンスストア、鉄道の駅などには、飲料容器専用のゴミ箱が設置されている。 穴が一つのものと二つのものがあるが、二つのものの片方の穴にはスターバックスなどで提供される、使い捨て容器が詰まってしまっている場合が多く、見受けられる。また、飲料容器専用のゴミ箱に、普通のゴミを捨ててしまう人や、新聞、雑誌などを、ゴミ箱周辺にポイ捨てする人もいるため、ゴミ箱の設置を嫌がる、事業主も多い。 個別の容器回収用のゴミ箱の種類としては次のようなものがある。1995年の爆弾テロ以来、フランスにおける屋外のゴミ箱は、こういった中身の見えるものになった、鉄道駅などのプラットフォームに設置されているゴミ箱。新聞、雑誌、空き缶ペットボトルその他などに分けられている。一途缶をゴミ箱として代用屋外のゴミ箱は丈夫である必要があるため、 金属製のものが多い。雨によるサビの心配があるため、ステンレス製のものが多いが、公園などでは金網タイプのものも多い。ただし、一時的な屋外イベントなどで用いられる製品の中には段ボール製のものも販売されている。屋外用ゴミ箱の減少屋外にゴミ箱を設置すると周辺がゴミで汚れるため管理が難しい。また分別収集に対応するためには、 複数個のゴミ箱を設置する必要があるが、それだけのスペース管理もコストがかさむ。場合によっては、自動車利用者も含め不特定多数が利用することから、きちんと分別しないこともあり、そういった多々の理由によって対応できていない場合がほとんどで、ある。分別ゴミに比べて分別されていないゴミの処理費用は、高いため、行政、民間ともに設置を嫌がって撤去する傾向にある。 また資源ゴミなどとの分別もされない場合は、ゴミ送料も増加する。そういったコストやゴミ減量の観点から、屋外設置のゴミ箱は年々減少傾向にある。その結果、設置されているゴミ箱に、ゴミが集中してしまい、溢れてしまうゴミ箱が増えている。溢れたゴミ箱の周辺には、ポイ捨てが多くなるため、管理を諦めて撤去されることにより、 減少傾向はさらに加速している。テロ対策のため、その傾向はさらに加速し、分別ゴミ箱を大量に設置していた、鉄道事業者においてもプラットフォーム上のゴミ箱が撤去されてきている。2010年現在では、鉄道会社の各社局によって、ゴミ箱の設置状況は様々であるが、JR などでは透明で中身が確認しやすいゴミ箱を開発し、 駅員の目が届きやすい範囲において再設置している。東京メトロでは、映画地下鉄時代に発生した地下鉄、サリン事件を教訓とし、ホーム上のゴミ箱を完全に撤去し、現在ではゴミ箱設置場所を改札付近のみとしている。また、天皇、皇后の行幸寺や海外の要人来日時は、コインロッカーとともに撤去、または封印して、使用禁止にされる。 ゴミ箱の設置は国によって法律で定められているが現状ではコンビニエンスストアや鉄道事業者などの民間企業に市町村が頼っている状況にある市町村によってはペットボトルをゴミ収集において回収せずコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどに設置された回収用ゴミ箱に入れることを求めているこのように 企業が設置しているゴミ箱は行政システムの一部となっている。使い捨て容器を利用した商品がある限り、ゴミを屋外で捨てたいというニーズも存在する。現在では、ゴミ箱の設置者もしくはポイ捨てされたゴミの清掃者が、ゴミの処理費用を負担しているが、蒸気のようにゴミ処理費用の押し付け合いが行われてしまっているのが現状である。使い捨て商品を利用しない市民が、 使い捨て商品のゴミ処理費用を納税を通じて支払っているとも考えられる。そのため、サービスを提供する企業側、もしくはサービスを受ける消費者が処理費用を負担することを望む声も多い。このような背景のもと、容器放送リサイクル法の改正運動や企業側の社会的責任を求める運動が行われている。不燃物用のオレンジ色のダストボックスかつて、 屋外に置いて使われたゴミ箱自治体によっては、大きなゴミ箱を域内の各所に設置し、そこからゴミを収集していく方式をとっているところがある。日本では東京都府中市が1967年に初めて導入し、その後追随する自治体も現れた。ゴミ箱に捨てる方式だと24時間365日、いつでもゴミを捨てられるほか、 カラスなどに荒らされることがないため衛生的でもあったが分別が徹底されない周辺の自治体から一挙してゴミが捨てられるなどの問題があり全域に導入していた唯一の自治体である府中市も2010年2月2日からダストボックスを廃止しゴミの有料収集に切り替えたゴミ収集制度以前のゴミ箱現在のように収集者によるゴミ収集制度が定められる 以前の昭和初期から30年代頃までは家庭の前にコンクリート製もしくは木製のゴミ箱が置いてあった。この箱の揚げ蓋を開けてゴミを入れていた。回収する際は回収者が前面の蓋を開けてゴミを回収し第8社などで運んでいた。一般住宅やマンション、学校などの建築物の上層外、高所作業を行う工事現場などでは地上に設けた。 専用のゴミ集積場所に直接ゴミを廃棄できるように、下、ダストシューターが設置されている場合もある。ありがとうございます。